いらっしゃいませ。バーとお酒の入門講座へようこそ。今さら聞けないお酒の基本からちょっとマニアックなうんちくまで、家飲みのお供のバーチャルバーとして、お休み前のひとときに聞き流しの教材として、今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございます。このチャンネルは仙台駅東口の安倍会計事務所ソラワークラウンジの提供でお送りいたします。バー、アルファベットで BAR、 一般にお酒を飲むところとして知られ、一定以上の年齢であればおそらく知らない人はいないであろう単語です。しかし実際に訪れたことのある人となると、その数は激減するでしょう。テレビや映画で見たことはあるけれど、どういうところかはわからない、いや逆にテレビや映画でしか見たことがないから、そこに映されていたイメージが一人歩きしている、そういう方が多いように思われます。今回は多分に試験を含むものの、バーとはどういうところなのかということを見ていきたいと思います。そもそもバーはなぜバーというのか。バーって棒でしょ。知ってる方には当たり前ですが、知らない方もいらっしゃると思いますのでお話しいたします。まあググれば出てきちゃう話なんですけれどね。バーの起源は西部開拓時代、だいたい1800年頃のアメリカと言われています。当時はボトルからではなく樽から直接ウイスキーを量り売りしていました。ちなみにアメリカを代表するウイスキーであるバーボンの発祥が1789年頃と言われていますので、みんなで樽出しバーボンなどを飲んでいたというわけですね。良い光景です。しかしいるんですね、酔っ払うと悪いことしちゃう人。目を離すとお金を払わずに樽からお酒を注ぎ出してしまう。そんなことが相次いだので、不正防止のために客席と樽との間に棒、すなわちバーを渡してガードした。それがやがてカウンター席となり、お店全体がバーと呼ばれるようになったと言われています。他にも足置き台としての棒を指してのバーであるとか、馬をつないでおくためのバーからだとか諸説ありますが、お酒を守るための柵としてのバー説が有力ではないかと思っています。ただし注意しなければならない点もあります。英語ではそもそもカウンター席のことをバーと言います。カウンター席とテーブル席があるお店に英語を話すお客様がいらっしゃると、 Can I have the bar? と聞かれたりします。決してこのバーをくださいではありません。日本語にするとカウンター席に座ってもいいですかです。つまり日本語で言うところのカウンターそのものがバーなので、由来だとか起源という話よりも、今も昔も長い棒や板状のものはバー、そしてバーがあるお店を単にバーと呼んでいる、それだけのことなのかもしれません。少しややこしいですが、日本語で言うカウンター席が生まれた由来は樽からのただ飲み防止だと思われますが、なぜお店をバーと呼ぶかというと、バーがあるからということになります。席が生まれた由来とバーと呼ばれている理由には微妙な差異があるということです。さて、一口にバーといっても実に様々な種類があります。オーセンティックバー、ショットバー、ホテルバー、スタンディングバー、ミクソロジーバー、フレアバー、ワインバーやビアバーなどの各種の専門バー、バーラウンジ、バールやバル、ダイニングバー、カフェバー、すぐに思い当たるだけでもこれだけ出てきますし、なんならオカマバーやハプニングバーなんてのもありますね。こちらはこちらでディープな世界ですが、私はそれを語るだけの戦闘力を持たないので割愛いたします。後日機会があればそれぞれについて独断と偏見で解説をしてまいりたいと思います。本日はこの辺で。さて、今夜のお話はここまで。ご視聴いただき誠にありがとうございます。ためになった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、ぜひともお願いいたします。またのご来店、心よりお待ちしております。